問題なければ、じゃあ挨拶から始めましょうか。はい。どうも、こんばんは。底辺の王と書いて、底王と読む、新底王です。この時間は、そういう深こ夜のとで部ということ私で。が構わん。さっさと挨拶したまえ。はい、してます。深夜の部ということで、プレステ2版のドラゴンクエスト5仲間モンスター199匹、ゴジョン順フルコンプの、今日はプチプリスト3匹目からですね。はい。わこつ？はい、4個目さんもいらっしゃいませ。じゃあ、早速やっていきましょう。真面目か。真面目ですよ。真面目か、帝王最低だな。何ですか、6個目さんもいらっしゃいませ。なんで真面目がいけないんですか。人間真面目が一番でしょ。正直が一番でしょ。いやー、でもよかった。まあ、本当よかったですね。今日でペルソナ1を。今日も食事カロリーオーバーしたよ。はい、痩せたいさ、いらっしゃい。いや、僕もカロリーオーバーしちゃってますね、普通に。遅っ。はい、まさぽさんいらっしゃい。遅って、いや、時間はもう遅いですけど。まあ、さっさとやっていきましょう。ね、一応カウント的にはね、もう4分の3、終えましたからね。ここまでがリスナーの挨拶の流れだろ。帝王最低だな。そうなんですか、申し訳ない。じゃあ心帝王くん、おはよう。はい、10個目さんいらっしゃい。新帝王ですね。はい、なんで、いや、新帝王ってなんかあれだな、真の帝王ってやっぱ最低の方が。炭水化物万歳、プスー、お米万歳、プスー。ねえ、そうですよね、やっぱ炭水化物、整理ですよね。じゃあ273時間からやっていきましょう。新帝王ってなんかあれですね、なんか最低王の方がなんかしっくりくるな。名前変えようかな。ね、真の帝王っていうより。新帝王君、おはよう。違います、真じゃありません。最低王の方がなんかね、なんか僕らしいですよね、なんか。ちょっと名前変えようかな。で、ペルソナの後は何するん？え？いや、ペルソナはまだ、なんか、雪の女王編っていうのがあるらしいんで。誠帝王お疲れ様です。はい。どうもお疲れ様です。まあ、誠帝王、いや、最低王にしようかなって言ってるのに。なんでそう言って、ね、いざとなったらそんな言うんですか。地獄、現実、の帝王、定員じゃない。現実。いや、いいでしょう。いや、最低王の方がいいでしょう。なんか、そっちの方が、なんか、変えようかな、本当に。超帝王がいい。超帝王、超帝王ですか。あんまりなんか、いや、最低王の方がなんか、あれだな、最低とね、そっちの、重なるし、超帝王に。超帝王。クソ豚野郎でよいんじゃない。クソ。帝王神でいいじゃん。帝王神、や、そんな神様って言えるようなね、立場じゃないし。超帝王、漢字これ使って。それはちょっとなんか、いろいろと問題起きそうですから、やめときます。別にね、帝王最低だな、でいいよ、もう。なんで、超帝王神。やっぱりそうですよね、だから。帝王最低って言われるから、いや、なんか僕も、なんかね、洗脳されたというか、あ、じゃあ最低王でいいかなって、多分その帝王最低だなって言われてるから、それのせいでしょうね、僕も、なんか、新帝王じゃ、あ、最低王にしようかなって。スーパー帝王、ゴッドスーパー帝王。どこの、どこぞのサイヤ人じゃないですから、いいですよ。まあ、たリスナーのせいにする。やっぱり帝王最低だな。せいにはしてないでしょ。だからね、リスナーさんがそういうふうに言うから、僕も影響を受けたって、いい意味でですよ。いい意味でですよ。超最低王って妥協すんわ。超最低。そこまで、あんまり自分を卑下したくないな。最低王にしましょうか、明日から。新帝王、改め、最低王。明日のダビスタから、でもね、挨拶で間違えて普通に言いそうですね。底辺の王とか。この前猫にゴキブリもらったから、ゴキブリ王でよいんじゃない？僕もらってません。ねえ、なんか普通に言いそうですね。底辺の王と書いて、帝王というも新帝王ですね。普段の癖で。年金泥棒の極意帝王。いやですよ。最低をね、しましょうか、なんか。
今更変えるのもあれですけど。ドナドナドーナッツにしよう。今思いついた。いや、そういう思いつきで僕の名前決めないでくださいよ。せめてそれは、明日からのダビスタの馬の名前で付けてくださいよ。9文字までならね、確か場目入りますから、うん。まあ、ついでにね、その宣伝も兼ねて、明日からの、まあ、正確にもう今日ですね、うん。今日からの。そこかみ。いや、それはまたなんか、うん。神ではないでしょうね、いくら、うん、底辺でも、うん、僕は、うん。悪いが私、馬の名前はおふざけできないんだ。はい、いや、なんでですか。そこ神は精神を覚えました。いや、いいですよ。精神とかそんな、うん、そんな僕、改まる、そんな、ね、いくらあれでも神って言えるような人間じゃないですから。この前猫にカリカリもらったから、はい、肝豚野郎で良いんじゃない？いやいや、意味がわかりません。いいでしょ、最低王で。まこと、精神。ちなみに馬の名前って11文字だっけ？いやいや、え、9文字じゃないですか？わかんないです。リアルはわかんないですけど、変わったんですかね？ゲームでは、明日やるダビスタでは、最大9文字だったと思います。はい。確かそのはずですよ。馬の名前、ナマズメ一騎。ナマズメハーガスじゃないですか。帝王最低よ。何で試しに思いついた名前言おうか。え？うん、まあいいですけど、うん、どうぞ。なんか思いついたな。まあ別に、今日じゃなくても明日のね、ダビスタで行ってもいいですし、うん。お前んち燃やすぞ。こわ、そういうの、本当にね、そう。ではシンプルに、生詰めてよう、うん。まあ、それでもいいんですけど、怖い、そういうの、下手したら脅迫っていうか、うん、なりかねませんから、うん。いや、ね、チモさんがじゃなくてね、名付けた僕が、ね、そういうの、脅迫になんか取られかねないですから、うん。そういうのはやめましょう。もうちょっとあんまりそういうね、ギスギス。いや、いいです。そうですね、まあ、もう明日から3連休ですからね。馬の名前、ゴキブリの巣。でいいんじゃない？ははは、でもまあな、で、まあね、だから、どうせ馬なんかたくさん作るんですからね、多分リスナーさんの名前全部付けられますから、安心してください、多分。うん、ね、多分、実際何レースぐらいやるんですかね、明日。っていうか、ね、もちろんペース考えたら、ね、明日で、馬の名前、うん、アナーン。それはダメでしょ、ああ、入り声は、うん。どうなんでしょうね、明日。いけるんでしょうかね。てか、うん、実際どのくらいになるかわかんないですね、想像が、うん。全く勝てないかもしれないし、ね、意外と。チンはやだ、チンはやだ、うん。それだったらまだシンの方が、うん、いいです。うん、なんとかね、うん、頑張ってリスナーさんにね、面白いものが見れるぐらいで
ね、できればいいですね。ね、昨日のリカムドラほどじゃなくても、うん、そこそこのね、見せ場を。ダバは嫌いなリスナーと家庭を最低だな。誰もそんなこと言ってないでしょ。はい、46個目さんいらっしゃいませ。うん、イリュージョニスタ。イリュージョニスタ、まあまあそれぐらいだ。うん、汚いアナル。やだ、そういう下ネタは、下ネタやめましょうよ、うん、いくらあれでも。僕も下ネタはさすがに、うん、NG ですから。うん、帝王クソ野郎。まあ、僕をね、そうやって罵倒するのだったら、うん、いいんですけど、うん。なんか、そっち系ばっかですね。まあ、そうなっちゃってもしょうがないんですけど。うん、馬の名前、うん、リカームドラ、我々。まあ、それは絶対来るでしょうね、多分。リカームドラ来るでしょうね、うん、普通に、うん。あ、来た来た。でもね、今日の強かったですね、あのタルカジャからの回転劇。人生のメイド。馬の名前、馬の名前。いや、それはダメでしょ。なんすか、人生の迷路、うん。なるほど、なかなかうまいですね。うまいのかな、うん、そうですよね、人は出口をね、求めて、ね、ゴールを見つけようとさまようかのような、まさに迷路ですよね。馬の名前、牛。牛？牛はな、さすがに、うん、牛ね。馬の名前。人生終わった。人生の迷路矢印してよ。まあいいですよ。今あれしてもね、しょうがないし、うん、って言っても今それしかネタがないんですかね。特にね、うん、もう明日もあれも決まったし、うん、あとはね、うん、まあ強いて言うなら。ね、コミ200人突破の何かをそろそろ考えなきゃかもですね。なんか今名前ってひらがなオンリー？ん？え、いや、カタカナで、いや、てかひらがなができないです。カタカナオンリーですよ、うん、最初の名前はこれでお願い、はい、ガチャピンムック。いや、まあそれ別にいいんですけど。53は自信作だったんだけど、あんまり笑いがなくて悲しい、はい。いや、面白いっちゃ面白い。いや、面白いですよ。まあね、競走馬でね、牛が入って、うん、そこはもうね、そんな、がっかりしないで胸張っていいですから。ね、今コミ198人までね、なんでか知んないですけど、なんか増えちゃったんですよね。だもうちょっとね、200人突破記念で何かまたやりたいですよね、うん。まあね、リスナーさんが言ってればね、さっきちょっとね、ペルソナの時に話題に上がってたね、リスナーさんと僕とで。そんなことよりプチたち可愛いな。うん、連れて帰って一緒に住みたい。そんなに可愛いですか、うん、だからね、オフ会じゃなくてもね、ほらリスナーさんと僕でほらね、麻雀って言うんですか、うん、ね、それで日頃の僕のね、たまりにたまった。ちなみに何時からやるの？はい、明日出かけるんだけど。いや、名前には必ず手を打って入れないと愛情持てないと思うんだよね。そうですかね。明日一応やるの、もう枠取ってますよね。確か19時からで、うん、19時から6時間で1時までで、うん、馬の名前クソ帝王。直球すぎますね。だから明日、違う、失礼、うん、7時から
6時間で深夜1時とあと1時間休憩して、うん、深夜2時から帝王ゴミふかし、何帝王ゴミふかしなんか馬の名前つけようとして帝王の会見ながら麻雀参加して上がらせないようにするね。そうダメです、そういう図がいけません。あの僕の牌を見てないんです。だから僕の牌を見てね、僕の当たり牌を捨ててくれるのは全然あのいいですからね。あの言ってだから要するに接待麻雀ですね。リスナーさんが僕を接待してください、あの麻雀で、うん、それでいいです。それをやりましょうね。それでね、たまには僕もね、その日頃のたまりにたまった鬱憤をね、いろいろ大天門走る馬スーパー帝王神、うん、え、ははって何ですか、はって何ですか。え、だからね、僕ね、馬の名前、うん、この帝王野郎それ馬の名前っていうか僕のただ悪口をコメントしてるだけでしょ。はい、70コムさんいらっしゃい。馬の名前って言って僕のただ僕叩きたいだけでしょ、言って。馬の名前、新帝王。すまん、わら。まあ、絶対ゴルフみたいなことできるか。ね、やりましょう、やってくださいよね。それで僕が、ね、気持ちよく、またね、新規行って、明日からまた配信を楽しくできるようにってね。帝王、プププ一緒にやらないか。え、なんですか、え、PPG? 私も明日はみんなみたいな名前考えるよ。そうですか、はい。みんなみたいなって意味がわかりませんが。PUPG? PUBG じゃないですか、あのね、あれでしょ、あの、なんか、ね、殺し合いっていうか、サバイバルゲームみたいな。ね。で、何ね、1位、最後に残ったドンカツとかってやつでしょ、うん。どうでしょうね、うちのパソコン、ね、うん。ねえ、動くんですかね。俺、麻雀できないだけど殴りありでいい。意味がわかりません。意味がわかりません。じゃあ、荒野行動やろうよ。いや、別に倒したいじゃないです。倒したいじゃないです。いや、別に、その、リスナーさんとそのね、死を消したいとか、優劣を極めたい、決めたいとかじゃなくて、ね、あくまで、ね、リスナーさんとね、その、ね、ゲームを通じて楽しみたいってだけであって、うん、ね、その上でね、リスナーさんが、ね、多分僕、ね、普通にリスナーさんとね、麻雀やっても勝てないから、ね、だから、そこでちょっとね、手心を加えてくれると嬉しいな、みたいな。いや、桃鉄、何でできるんですか、今。ウィじゃ無理でしょう、うん。ね、あるんですか、なんか桃鉄って今。ちなみに僕、スマホありませんからね。うん、桃鉄って今なんかできるんですか、ネットっていうか対戦。手心、だいぶ元。今何つったこれ、大蔵元とか言いませんでした。だからね、僕にね、その大三元とかね、上がらせてくれるようにいろいろね、サービスしてくれると嬉しいなーって。うん、まあ、それだけ言えばね、コミ200人で麻雀やってもいいんですけど。帝王さんがスマートフォン持ってたらな。あ、やっぱスマホなんですか、桃鉄。うん、どんだけ甘えてんだよ。いいじゃないですか。別にガチ勝負じゃなくたって、リスナーさんと、ね、僕、うん、ね、ちょっと弱いから、麻雀で、ちょっとあの、ね。お前なんかリーチのみで十分だ、わらわら。桃鉄じゃなくてもいろいろ。あ、そうですか。いや、申し訳ないですね。お金ないから、スマホはさすがにちょっと持てないです。いや、リーチのみって。リーチのみ。あと2人でコミュ人数200人じゃないですか。わこつ。はい。記念企画は何？はい、あ、ベラボさん。ほざいてる言葉が理解できないんだが、リスナーのみんなは理解できた。いや。あ、ベラボさんいらっしゃいませ。あの、一応今、だから。手加減してもらって買って面白いんか？うん、面白いですよ。僕は面白いですよ。うん。今考えてるのは、あの、リスナーさん200人記念で、リスナーさんと僕で、あの、接待マージョンをね、やろうかなって、ちょっと考えてますね。うん。よければ。うん、それで、よければ。
ね、麻雀、我こそはって僕にね、勝利をプレゼントしたいって方はどうぞ振るってご参加くださいって感じで。やれたらいいですね。ね、うん、そう、接待麻雀。なかなかいいでしょ、たまには。僕が。そう、ちょっとね、ガチ勝負じゃ僕に。接待プレイ、そうですね。うん、そういうことです。200人記念は Wii の最高傑作ギャラクシーのクッパをノーダメでどうぞ。ええもうアクションはちょっとな、なんか、ちょっともう心折れちゃって。麻雀でいいんじゃないですかね。麻雀でちょっとね、日頃の疲れを癒すという意味で。うん、たまにはね、僕が癒されても。もちろん寝ない配信。無理、無理、無理。もう、やる気概が起きないです、アクション系は。うん、もう、僕には才能ないですから。そして罰ゲームあり。いやいやいや。麻雀でいいでしょう。うん、無事じゃダウンロードしといて。え、なんで、て、あの、なんでしたっけ、あの、ほら、あの、マリオ封印したいだからね。いやいや、うん。なんでしたっけ、あの、天砲だから、え、なんでしたっけ、あれ、え、なんでしたっけ。あれ、なんでした、名前が出てこない。なんでしたっけ、あれ。なに、ちょっとごめんなさいね。あれ、天砲じゃない、え、天砲、うん、天砲じゃダメなんですか。その、何 ?MJ って何この、え丸じゃんってやつ、ね、ポケショーボケショー、いや、ごめんなさい、いや。天王じゃダメなんすか、いや、なんでもいいわ。いいですかね、うん。どうでもいいわ、わらわら。どうでもいい、うん。いや、どうでもいいって言い方あれでしょうけど、ねえ、うん。それ、なんでもいいな。じゃあ、うん。天保なら昔、ね、ちょっとやってたことあるから、操作とかも慣れてると思うんで、うん。天保で、もしよければ、うん。ちょろっと、うん。どうしましょうね。ただ、いつやるかですよね。もしね、今週はだってね、3連休で、ダビスタちょっと入ってますけど。200人突破企画だから、はい、200連勝しないと即バチゲームとかにしないと。わら。200連勝って意味いつやるの？どんじゃらでもいいよ。そうなんですね。だからいつやるかなんですよね、そこが。ねえ、だって今週の3連休は、もうダビスタで決まってますし、かといってね、来週の土日でやりますって言ってもね、そしたらまた、桃鉄がお休みになっちゃうんですよね。まあまだね、そんな幸福200人超えてないうちかそういう話題するのもどうかと思うんですが、ね、もしかしたら何かの表紙でね、これからコミュニティのリスナーさんがどんどんなんかね、逃げちゃう可能性もあるかもしれませんからね。いつやりましょうか。スパロボ終わった後に気まぐれでやっていいんだぞ。そうですか。まあそれだともう深夜っていうか明け方になっちゃうから逆にリスナーさんいますかね、まあ、そっか。じゃあ、桃鉄やって、その後のドラクエとスパロボをね、土日お休みってことにして。あえてそれで枠取る必要ない。あえてそれで枠取る必要ないって。どういうことですか。配信、いや、配信しなきゃ意味ないでしょ。せっかく記念でやるんですから、うん、どうしよう。来週だから、来週の土日桃鉄はさすがに休みにできないから、うん、ね、ドラクエとかの枠のところを麻雀で土日でやりましょうか。昼僕だ、昼間寝てるんですよ今、うん、申し訳ないんですけど、うん、ちょっと時間余ったからやりますか、はい、みたいな感じでいいんだよ、24時間配信リベンジは24時間配信でリベンジするとしてもね、あの年末ですか、年末年始でしょ、うん、ちょっとまだ、うん、そこまで自信ない、うん、ね、前回みたいにね、無様な結果でね、またやるって言ってまた失敗したらもう何言われるか分かりませんからね、うん。あ、ここどうもありがとうございます。あーさん、
もう眠いから今のうちに言っておくね。クリアおめでとう。ああ、どうもありがとうございます。はい。リベンジソフト何にしようかね。そう、いや、それはだからまだ年末だからまだまだいいでしょうけど。なんすかね。ギャラクシー。こだわりますね、ギャラクシー、そんなに。そんなにギャラクシー見たいですが、僕下手ですよ。ねえ、僕の下手ってね、リスナーさんが笑えるレベルじゃなくて、リスナーさんが逆に呆れたり、ブチ切れするぐらいの下手さ加減ですからね。それでギャラクシーって。まあ、候補には考えておきますけど、ただあなただけなんですね、まだまだギャラクシー。まだまだあと2ヶ月ちょいで年末です、はい。うん。いや、2ヶ月まだあるでしょ、僕からしたら。2ヶ月なんて言ってね、ドラクエこの配信が多分。俺は平王のギャランドゥが見たい。ギャランドゥが見たい、意味がわかんないです。何悔しいけれど、お前に宇宙、ギャランドゥ。ギャランドゥって。そうだよね、俺だけだよね、ガックシー。いや、だから他にね、誰か、あ、マリオギャラクシー見たいって人がいれば、もうそれで無条件でもいいんですけど。歌うな、笑え。だって言われたらね、そんな振られたら歌うしかないでしょ。秀樹に謝れ。なんで、ね、メタルスライム24時間でいいですか。やだ、もうやだ、作業系ではやりたくない、24時間絶対無理。それは嫌です。それはもう即答で却下です、うん。申し訳ない。それはできません。逆ギレするんじゃねえよ。逆ギレじゃなくて。歌のレベルが1じゃないですか。いいじゃないですか。乗りに乗るでよ。なんですか、乗りに乗るって。ねえ、だって麻雀だって、やっぱね、麻雀はやっぱ、でもどうせやるなら、だからとりあえずね、200人枠で麻雀やって、で、それから受けが良かったら、ね、時間あったら、ね、その後、ちょっとした時にちょろっとやるって感じでもいいですし、うん。オフ会？違います。違います。はい、124コムさんいらっしゃいませ。オフ会じゃありません。うん、じゃあどうしよう、200人枠ね、麻雀でいいですかね、来週。でも来週までにそれでね、まあ、200人突破してなかったらもう恥ですよね、こんな計画だけ立てといて。恥ずかしいな。でもなんか最近ね、なんかコミュニティの増えるタイミングがなんか配信中じゃなくて、僕がなんか寝てる間に配信してない時になんかちょっとずつ増えてるっていうんですかね。その時は突破したかった記念でいいよ。はい、いいですよ。それは恥ずかしい。それは恥ずかしい。はい、127コムさんもいらっしゃいますよ。ねえ、だから配信。恥かかせるためにコメ入らないからね。やめてくださいよ。やめてください。恥かかせるとか。まだ入ってないんですか、もしかして。じゃああなた。いいじゃないですか。せっかくの記念で。ね、200人。もしかしたらちょうど200名にあなたなれるかもしれませんよ。一般会員は帰れという意味。違いますよ。いや、違いますよ。だって、あのね、そのコミュニティのレベルに関しては、そのね、確かにプレミアム会員でないとね、意味ないですけど。誰かが福岡でフォローしてるんじゃね？ああ、そういうことなんですかね。うん。ね、そのコミュニティの全体の参加人数に関しては別にプレミアムでも一般でも関係ないですから。うん、どなたでもね、入ってくれれば、うん、参加人数的には普通に上乗せされますから、うん、だからあと2人なんですよ。まあ別にね、何も来週までにどうしてもというわけじゃないですし。お前と時のコメに入ることは屈辱に値する、わらわら。屈辱って、いや僕はまだしも、自分さんアカウントでコメは言ってますよ。本当ですか、すいませんね、ありがとうございます。いや、僕はまだしも、なんでサンジさんの入るの屈辱なんですか、別に。サンジさんそんなひどくないでしょ、何が屈辱なんですか。実質フォロワー数約70人。132、伊藤とタコスとマフオは OK？ どうなんでしょうね。なんでなんで、ちょっと待って、うん、いや、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、なんで、なんでそこで、その、なんでチョモさんね、なんでそこで、伊藤とタコスって、
なんで伊藤さんとタコスさんは入っちゃうんですか？ダメなんですか？伊藤さんそんな変な配信じゃないでしょ、別に。実質フォロワー数70人。まあそういう可能性もありますよね、言って。うん、135、ギリオッケー。ギリオッケーなんですか。まあそれはいいんですけど。何ですか、僕とサンジさんはダメなんですか。うん、悲しいなぁ。137、オッケー。オッケーでいいんですか。悲しいなぁ。137、オッケーか、わらわら。帝王のクリトリスみたい。意味がわかりません。僕はクリもないし、ね、リスも飼ってないし、ましてや僕は男ですから。はあ、でもね、今度僕とコラボしてくださいって言ってみて。無理でしょ。相手にしてくれませんよ。でも実際そんなもんかもしれませんよね。今のね、ドラクエのリスナーさんだって、ねえ、どんどん減ってますよね。もう、まだ60人ですからね。やっぱりもう、この辺が本当に頭打ちかもですね。僕にとっちゃ。だから、ねえ、コミュニティの突破金でも多分もう200で最後でしょう。もう次300が絶対届かない数字でしょうし。まあそこ考えたら、もう本当に。帝王さんが初見さんを掴みきれてないのでは？そういうことですかね。同じにいときが合うかもよ。どうでしょう。サンジさんニート？ニートなんですか？ 210 でやればいいじゃん。210？ いや、わかんないですよ。その210じゃもう届かないかもしれませんよ、言って。ね、そうそう、本当にもうね、頭打ちって感じですからね。まあドラクエ5に関してはね、多分ね、昼のリスナーさんをね、結果的にゴールデンタイムにペルソナやってるから増えないんだよ。いや、そうなんですか。それがいけないんですかね。いや、それ言ったらペルソナにちょっと失礼じゃないですかね、いくらなんでも。はよつべで商品紹介でもやってどうぞ。すべて商品紹介ってどういうこと？ヒカキンの後を。無理。僕なんかじゃもう到底無理ですよ。どうすれば300人超えるかを朝まで語る顔出し配信やってみよう。いや、顔出しは嫌です。テイキンって。テレビ。いや、それだったら、デブキンの方がなんか、僕は、深夜の放送は3時3打倒のため。深夜の放送は3時3打倒、いや、別に打倒。勝ち目ないでしょ、もうどう考えたって。ね、あらゆる要素ね、分析したって僕がサンジさんに勝てる。エロい、僕絵下手なんですよ。朝まで、まあ一応朝までってか、ね、やってはいるんですけどね、今。デカキンって人がいるからデブキンはうん。そうなんですか。デカキンって人がいるんですか。ドラクエは減りましたよね、本当。まあ、昼間のね、もともと配信だったから、昼間のリスナーさん思いっきりブッチしちゃいましたからね、一番。2000チンってのはどう？何ですか、2000チンって。
何ですか、いきなり。画面さっぱり頭に入ってこないわ。あ、そうですか。11でもやったらいいんじゃない？11？11？ そんな人集まりますっていうか、だって配信するにしてもね、僕 3DS 版しかないから、プレステ4版買わなきゃですしね。11だるいぞ。だるい？だるいでしょうね。結構なんかね、ね、僕も結構ね、あれ、自家撮り、ちょっと、だからその自家撮りする機材もないんですよ。別にね、そんな、リスナーさん目当てで。プレス縛り、アルファ縛りでやって。プラスアルファ縛り。ドラゴンクエスト三福商人三人そろそろやって。なんでだから、なんで商人確定なんですか、やめてください。商人三人じゃ武器買っても勝てないでしょ。勝てんの？お金で勝てりゃそりゃ苦労しませんけどね。きついでしょ、商人三人。ね、武器が、ね、商人じゃきついから郵便でいいよ、笑わない。ソフィー忍者余計きついでしょ。どう考えたって勝ち目ないでしょ。まあね、ただ現状ね、しかも転職禁止の縛りだと余計ダメだね、わらわら。いや、無理でしょう。公平に遊び人一人承認三人。意味がわかりません。じゃあ勇者は勇者はどうするんですか。とりあえず実写を。実写をって。いや、嫌です、でも現状もう枠埋まってますからね。顔が見たい。顔見たってしょうがないですよ、もう。顔見たらコミの人みんな逃げちゃいますよ、もう一気に。どうしたらね、ほんと何かやるにしても現状もう枠埋まってますからね、ペルソナね、まだやってるし、もうペルソナ後が、足の裏見てどうするんですか、ペルソナのね、次ももうファイナルファンタジー8で埋まってますし、ね、ドラクエはまだまだって言ってもね、まだ年内いっぱいはかかりそうですし、腹見たってしょうがないですよ。ね、どんなに言われてもね、その顔出しとかやりませんから、無理ですよ。ね、スパロボはスパロボで、話数的にはね、ゴール見えかけてますけど、ね、これから何が。ドラクエとスパロボ全力で終わらせろよ。ね、これから何が起こるかわかんないですかね、スパロボも。今日から本当に、ね、終盤というか、正念場ですからね、もう。多分楽なステージもうないんじゃないですかね、まあだから強いて言うなら、ね、今、その FF8 のね、レベル上げでやってる。正直に何キロだ、180って言ってるじゃないですか。もうそのレベル100が終われば、おやすみんこ、わらわら。そうですか、おやすみなさい。あ、もう1時、もう0時半ですからね。身長は？身長は150センチです。はい。だ、僕の容姿なんかそんなね、見たって全然面白くないですよ。見ない方がね、お互いのためですから。嘘確定。何が嘘確定なんですか。意味が分かりません。そろそろ寝ますわ。安眠するために生爪を剥がして。自分の剥がしてくださいよ。はい、おやすみなさい。150センチ180キロ。そうです、それ、そういうことです。はい、
それが僕のね、うん、実は相撲部屋に入ったが1日で脱走したんでしょ。いやいや、1日なんて入る気あるわけないでしょ。だいたい150センチじゃね、相撲部屋入れないでしょ。確かね。最近低温が冷たい。冷たいってどう？もうあなたの言うことを信じません。なんでですか？そんな信じませんって言われたって。シリコン入れればいい話、わらわら。シリコンだって105、だってね、身長って何センチ？ 175 センチくらいじゃないんですか？25センチもシリコン入れるんですか？無理でしょ。嘘つくにしても150センチはないだろ。150の身長なんてありえねえ。なんでですか、150いくでしょ。ポイ捨て違うでしょ。どう考えたって僕がポイ捨てされる側でしょ、もう言って、時期的に。ねえ、もう僕はこれからね、リスナーさんに。150センチの声じゃないもん。いや、声で身長わかんないでしょ。うん、声で身長は関係ないでしょ。年齢はまだしもね、身長がわかる。ポイしないでくださいって言え、わらわら。ポイしないでください。ポイしないでください。いや、でもね、ポイしないでくださいって言ったってね、どうせ、ね、いつかポイされるんですから。真剣に聞いてるのに嘘つく神経を疑う。だって真剣に言ったって真剣に言どうせ僕、だわ、僕の知ったってしょうがないでしょう。嘘つきすぎる。あんまりスナーなめ腐るのもいい加減にしろよ。いや、別にはめちゃいませんよ。お前はリアディゾンか？誰ですか？リアディゾンって誰でしたっけ、うん、僕の身長なんか、身長や体重なんかどうだっていいじゃないですか。リカームドラゴンクエスト5、わらわら。はい、レトロ社長さん、はい、どうもいらっしゃいませ。170の80くらいだろうな。そう思います？本気でそう思ってんですか？全然違いますよ、本当に。だから150の180ですから、うん、175の140くらいと見てる。そうですか。いや、まあね、あなた方そりゃそう思うんだったら、じゃあそれでいいんじゃないですかって話ですし、僕はあくまで150の180と、はい、言いますから、うん、大体175の140ぐらいだったら言って180とそこまで誤差ないでしょ。だったら別にいいじゃないですか、180だってねえ。出ました、安定の開き直り。わらわら。開き直りっちゃ開き直りかもしれませんけど、うん、なんでそこまでその僕のね、身長体重にこだわるのか、そこはよくわかりません、うん、なんですか今タグにうざいリスナーはあしら放送。別にあしらってありませんけどね、僕のそんな身長体重なんか知ったって、うん、意味ないでしょ。嘘つき生主。ひどいな。うん。いじってもらえるだけでもありがたく思える。そうですね、うん。ありがとうございます。いや、でも本当ドラクエ減りましたね。うん、事実やん、わら。いやね。ね、時間的にもね、雑談枠でもこれが一番いいかなって思ってこの時間帯移したんですが、ね、リスナーさんの来場者数ではこれ下手したら、ね、手を抑えていたな。スパロボのスパロボより少ないでしょこれね、全然来てないですよ。まあね、言って単調な作業枠で言ったらしょうがないですけど、でも
この人数だとね、ね、早朝の FF8 より少ないですよ、うん。やっぱ、昼間のリスナーさん捨てた恨みがあるんですかね、うん。申し訳ないことしましたけど。ね、僕の勝手な都合で変えたわけですから。はい。197コムさん、はい、いらっしゃいませ。一応今、プチプリスト3匹目までは行ってます。うん、できればね、今日こいつ終わらせたいですけど。広告ありがとうございます。新天王さん、嘘ついて開き直ったら、一気にコメント減っちゃいましたって、へーペロ。嘘はついてないですよ。身長したが150の体重、180ですから。別にそこに嘘偽りありません。なんでそんなに僕のね身長体重を知りたがるのか、それがよくわかんないですね。いつも嘘ばっかり言ってるから信用されないんだな、はい、僕嘘ついてないんですけどね。はい、201コムさんいらっしゃい。ね、僕としてはね、普段から真面目に正直にね、ゲームに対してもリスナーさんに対しても何一つ嘘をつかずにね、真剣にやってるんですけどね。どういうわけか、でもなんでそんなにね、身長体重知りたいんですかね。僕の素性なんか知っても何にも面白くないでしょう。それが嘘なんだよ。いや、嘘なんです。俺が嘘なんだよって言われても。わかりませんね。ごめん、聞いてなかったからもう一回言って。いやね、僕ね、配信やってる上でね、何も、ね、リスナーさんに対してもゲームに対してもね、何一つ嘘をつかずにね、真面目にやってるのに、世間ではそういうのを自分で言っちゃう時点で信用されないんだよな。そんなことない。ハムビでも身長体重聞くのは普通のことやぞ。そうですね。広告ありがとうございます。超新帝王新さん、無職も全部嘘でした。いや、無職ですよ。それは間違いなく無職ですよ。無職でなきゃこんな何時間も長時間配信できるわけないでしょう。何ですか、ホモビでも身長体重が効くのは普通のことやぞ。これホモビじゃありませんから言って。まさかのビジネス無職？違いますよ。普通のニートですよ、ニート。
ホモビデモってなんすか、じゃあねえ、ってことはじゃあなんですか、うちのリスナーさんホモだけってことですか、リスナーさんホモなんですか、うちに来てるリスナーさん、そういうことですか、こう怖い怖い、ホモなんだ、嫌だな、うちホモ別にね、かお断りしませんけど別に歓迎もしてないんでね、平日からずっと放送してるからそこだけは本当だと思う、そこだけは、そこだけは、そこだけは、やったぜ。何ですか、そういや、聞いてはいませんけど、そこだけはって、何ですか、無職以外は全部嘘だと、そういうことですか、そんなことないですよ。ねえ、DT だし、中卒だし、ねえ、川かむりだし、うん、ねえ、身長150、体重180。でもね、進化系の称号で。リスナーを猛虎扱いするてよ。だってそういうことでしょ。あ、ここはありがとうございます。違いますよ。超ウルトラハイパー新帝王ゴッド審査へ。無職っていうのだけは本当です。いや、だけじゃないですよ。だから、全部本当ですって。なんでそうね、うん。まあだからね、別に嘘って思うならね、別にそれを僕もそこまで否定しませんけど、うん、ね、勝手に僕のね、身長体重やらね、想定して、ね、帝王派猛虎だから仕方がないか、想像してくれていいんですけど、違うでしょ、別にそれはいいんですけどね、僕は本当のことを言ってるだけなんですけどね、うん、なんでそれで嘘ってね。だってね、嘘なんかついたってどうせバレるんですよ、いつか必ずね、絶対どっかしらでほころびが生じて、それがね、絶対ね、また別の嘘ついてね、余計嘘でかばいきれなくなる。だから僕は配信するときに決めたんですよ、そのね、リスナーさんには何一つね、嘘を隠さず正直に全部話そうって。身長150が嘘だったら親指切れるか、うん、いえ、別にいいですよ、うん、じゃあ何ですか、本当だったらじゃああなた親指切れるんですか、そういうことですか。そんなこといいから面白いこと言って嘘ついてなくてもほころんでるだろう。いや、ほこ、どうし、なんでほころんですか。住所と電話番号。いやですよ、そうやって住所と電話番号聞きたがるのがあれってことでしょ。なんで僕の個人情報をそうやって探ろうとするんですか。怖い怖い。笑ってるやん、笑。笑ってるやんって、でもそういうことでしょ。ね、あなた親指切れる覚悟あるんですかってなっちゃいますよ。うん、本当だったら。怒なの？いや、別に怒ってはいませんけど。なんでそんなに僕の個人情報を知りたがろうとするのか、それがわかんないんですよ。ねえ。僕の個人情報なんか知ったってね、1円の得にもならないでしょうに。そんなの聞いてどうするんですかって。帝王派オウム返ししかできないからみんないじめないであげて。いやね、僕ね、多分やっぱり僕ね、そういうトーク力がないのが一番ね、多分リスナーさんが減ってるね、一番の要因だと思うんですけどね。帝王さん、費用1000キロ送りつけるよ、いい加減にしないと。いやいやいや、無理でしょ、送れないでしょ、うん、あ、そうですね。僕自身のね、トーク力があればね、こんなかそったりもしてなかったんでしょうね。うん、やっぱね。理屈だけは一人前なんだから。いや、ねえ、もっと僕が面白いことを言えれば、ねえ、リスナーさんだってもっと増えてたでしょうし、ねえ、そう考えると悲しいですね。うん、やっぱりここら辺が自分の限界ってことなんでしょうかね、やっぱり。その通りだな。うん、そうですね、うん。やっぱりね、ゲームプレイだけじゃ、やっぱね、行きつけるところも。わかってるんじゃん。ね、悲しい。まあ、しょうがない。今後は仮想放送でね、
細々とやっていきましょう。まあそう考えたらね、今度の多分ね200人突破がね、うちの最後の特別配信になるかもしれませんから。お前は限界に達する前に挫折してるだろ。挫折いや変わんないでしょ。うん、限界、僕限界まで結構やってますけどね。ね、その限界までね、本当の限界まで挑んでね、それこそ死んだりしたらね、それこそバカでしょってなっちゃいますしね。まあしょうがない。富士山に例えれば1合目で音を上げている状況だよ。初見で主が願ってると気をつかないぞ。え？初見で主が願ってるといいね。根付かない。ちょっと待ってください。41。富士山に例えれば1合目。いや、僕だとそうじゃないですか。多分僕ね、実際に富士山登ろうとしたら多分1合目で根上げてそうですね。うん、初見で主が願ってるといつか、あ、初見さんが、なるほど、僕のそれ願ってるの見たらか、確かにそれはあるかもしれませんね。あんまりね、確かにネガネガするのもよろしくない。かといってポジティブって言ってもね、あんまりポジティブになる話題もないんですよね、言って。悲しいな。ポジティブ、ポジティブね。そうそうそう。もしかしたらね、今回はダメでもね、42回やってることはなかなか面白いし、ポジティブに行こう。面白いですかね。ここ家まで車で行けたような。最初の挨拶がいまいちなんだよね。5合目で車で行けた。はい、ペロ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 さんいらっしゃいませ。はい。最初の挨拶がいまいち、いまいちって言われても別に、あくまで挨拶は挨拶ですからね。挨拶をなんか面白く変えろってことですか。今日も張り切っていきましょう。暗い星は。そうですか。でもちゃんとよろしくお願いしますって挨拶はしてますよ。さあ今日も張り切っていきましょうか。元気よく高めの声で。元気ね。さあ今日も張り切っていきましょうぐらいに。ヒカキンの挨拶パクロー。ごめんなさい、僕ヒカキンさんの挨拶知らないんです。うん、いいねー、いいじゃん。でもなんかそういうのは僕のキャラじゃないでしょう。挨拶だけそんなテンション高くてもね、うん、行かないでください。どこに。ハロー YouTube。 何？あ、YouTube にってこと？ YouTube？ 嘘だ、嘘だ。はい。243コメさんいらっしゃい。嘘でしょ。244コメさんいらっしゃい。いや、コミ入ったら、だって、ちゃんとあの、コミ見でわかるんですから。僕は、だからそういうキャラ作るのも嫌なんですよね。そういう、自分に嘘ついてもしょうがないですからね。そんな自分に。ね、自分に嘘ついてね、リスナーさん集めたって、それはそれで絶対ね、しょうがないっていうか、それこそボロが出ますから。まあね、確かにね、ネガはダメと思いますけど。ウィースって、うん、いや、さすがにそのテンション維持するだけの僕のモチベーションが、まあ、上がらないです。素でやってる人気生主なんていないって。いや、そうそうでしょうけどね。嘘たくさんついてるのに今更何をしちゃってるんだか。いや、そうだ。だからリスナーさんに嘘をついたとしても、自分には嘘をつきたくないっていう、ね、そういうアイデンティティみたいなものがあるんですよ。
いや、さすがにでもね、そんな。何がですか。それは現実世界でやれ。現実世界じゃ無理ですよ。ボロが出たね。ボロが出ましたね。リスナーなんてどうでもいいから嘘ついてると。違いますよ。例えの話ですよ。例え話ですよ。どうしたもんかね。確かにね、テンション上げた方がすりゃいいっていうのはわかるんですがね。リスナーには嘘ついても自分にはワイフはつけない。いや、最悪の場合ですよ。ね、本当に、そういう最後の一線っていう意味で、ね、別に。今は嘘ついてないですよ、リスナーさんには。今はついてない。うん、そう、ね、だからあの280とかは、だから280とかはあれはさすがにね、ネタというか、嘘ですけど、だ今はついてないんですよ。朝窓全開で軸通学時間に挨拶始めるとこからやろう。それ不審者で通報されますよ。なんで斬首って、そんな首切られるほどのことですかっていうか。ね、やっぱりね、トークで話題を盛り上げるっていうのも本当に才能の一つですよね。言って。それで 150cm180 キロか確認みんなできるから、タメ口でやってみればいいよ。いやいや、タメ口でやってみればいいよ。何を、リスナーさんとは、いや、ダメでしょ、それは、さすがに。あくまで、ね、リスナー様はお客様であって、ね、神様みたいなもんですから、タメ口でやるとか、だよねー、とか。タメ口、だから敬語をやめるってことですか。ダメでしょうね、もうなんか口癖みたいになってますし、言ってね、多分人と話すときに、その今さら思ってないことほどベラベラ喋れるもんだよね。そんなことないですよ。違うんですよ、他の人はどうか知りませんけどね、僕そういうね、他人のそういう敬語作ってるんだから自分に嘘ついてるんだぞ。いや、そんなことはないでしょう。だから、ね、だだ、ね、そういう、ね、他の人の一般的に当てはまることも、ね、僕みたいな本当の底辺だと、ね、何一つ当てはまらないと思いますから、ね、僕がなんでそんな底辺でニートなのかってことは察してくださいよ。やっぱり普通の人とね、どっか違うんですから。英語禁止を3分で喋ってバチゲーム延長は笑ったけどね。でもその後ね、30分ぐらい全然喋らなかったでしょ。ね、だからもっとね、ね、コミュニティっていうかリスナーさん増えたらまたね、英語禁止やりたいんですよ。ね、まあ今まだ全然少ないですからやれないですけど。個人的にはね、ファミコン版のね、ドラゴンクエスト2あたりでそれやりたいんですよ。そのね、NG 喋ったら、NG っていうか、英語喋ったら、例えばね、その、
ね、所持品のアイテム、ね、無条件で捨てるみたいな感じで、うん。ね、ファミコン版だとドラケー2ってね、本当に大事なアイテム以外は、基本捨てられますから、うん。まあ、最悪捨てても、うん、そんな感じ、うん。ね、捨てても、ね、また復活の呪文で、日本語喋ったら、日本語喋ったら、日本語喋ったら、無理ですよ。僕、日本語しか喋れないんですから。今からちょいやってみようよ。今から英語でしょ。英語だけなら喋らなくてもできますよ、多分。今1時でしょ。1時半ぐらいまでだった。もう警戒すれば僕喋りませんよ。じゃあ今からやりましょうか。はい、開始。うん。喋りませんよ。警戒してればこっちは絶対。そうそう簡単に喋るもんですか。コメントも日本語で打ったら NG。ダメだね。いや、それはいいでしょ、別に。日本語で打たなきゃ問題ないで、もう、無理でしょ。ちなみに我々は英語いいの、はい、別にいいんじゃないですか。あなた方は別に。あくまで僕が英語で喋るのがダメって話ですから。うん、別にね、視聴者さんは英語使っていいんじゃないですか。うん、そう簡単には言いませんよ。今東京ムックスで授業始まった。はい、あす、え？あれ、さっき聞いた時だと、ああ、そっか、違う、ああ、そっか、別の曲かな、うん、それでか、うん、ね、さっきはなんか、1時半って聞いたんで、うん。10秒帝王黙ったら失格ね。いや、まあ、ただね、だから、それだったら、ね、話しかけてください、そうすれば。今日もやっとるの、ご苦労様。はい、274番さん、はい、いらっしゃいませ、はい。今日もっていうか一応基本的には毎日やってますから、はい。ね、ちゃんとね、199匹集まるまでやりますから。まあよろしければ見てってください。うん、今ちょっと英語禁止なんで、ご了承ください。いろいろと、うん。特に意味はないんですが。まあいいや、1時半からで予約したから、それで見ればいいか。コンプリートしたらリアミツルですね。秋アニメなんかおすすめ？だからその、うん、ねえ、いや、おすすめっていうかだから、うん、ねえ、その、272番のねえ、あれで、あれは見ようかなって思ってますよ。あ、広告ありがとうございます。帝王さん、皆様の打った文章しっかり読みます。はい、ありがとうございます。ね、そうそう、言うと思ったら大間違いですよ。いくら中卒だからって、ね、そこまでバカにしてもらっちゃ困ります。うん、中卒には中卒の意地がありますから。そう簡単には言いませんよ。うん、勝てない勝負は僕、やるの好きじゃないですからね。賞賛があるから、ね、勝負に乗るわけですから。さあ、どうぞ。さあ、早く、英語言わせてください。ほらほら、ね。僕は待ってますよ。いつまでも、ほら。あ、英語気にしないで普通に質問してたわ。そうですか。いや、意外とそういう方がね、有効なんですよね、意外と。うん、無理にね、英語喋らせようとすると、逆にそれがあだになること多いですからね。逆にね、そういうふうに。無警戒の方が逆に僕もね、うん、不注意でね、喋るかもしれませんから。まあ普通に考えたら生活してて英語使う機会ないしな。うん、いやー、結構あるんじゃないですか。自分で話題出さないならやる意味ないよ。笑。自分で話題って言ったって、何話題すればいいんですか？だってね、言って。だってね、作業の話題したって面白くないでしょ？見てる側のね、人には。うん、やっぱこういうのは視聴者さん側が僕に
ね、なんか言わそうとして、話題振るのが常に警戒してればそりゃ言わんわな、そりゃそうですけどでもさっきはね3分で喋ったってねネタに、あれネタっていいんでしたっけ、ネタは大丈夫、ネタは英語じゃない、あれどっちでしたっけ今普通にネタってね言っちゃいましたけど、ネタって日本語でしたっけ。じゃあ人生に影響を受けたゲームベスト3を紹介あ、いやいや、え、ちょっと待って、いやいや、ちょっと待って、え、違うんじゃない、違うでしょ、うん、違いますよね、多分日本語ですよね、多分ね、漫才とか落語とかの方で多分ねネタって使ってますし、うん、英語じゃないでしょ、人生に影響を受けたね、うん、電子遊戯って言えばいいんでしょうかね、うん、ネタを英語で訳すと、1、はい、新聞、週刊誌などの材料、うん、でも英語じゃないんでしょ、うん、いや結構まずいな、結構警戒しないと喋っちゃうな本当なんだかんだ言ってやっぱね日常会話に、ね、え、わかんないです外来語はまあとりあえず英語禁止だから、うんね、そのうんね、その国の言葉は一応問題ないんじゃないですかね、うん、まあそれを僕が判別できるかどうかわかりませんが、デカゲーム、アニメは英語まみれだな。ねえ、そうでしょうね。もしかしたら英語っていうのが英語でなんかの意味あるかもしれないし、ようわからん。ねえ、それはそれで定義が難しいですよね。ねえ、こうやってる間にね、起き上がってくれるかなって期待してるんですけど。結構疲れますね、それはそれで。もう負けでいいから喋りたいって気もする。いやいや、やっぱダメだな、英語禁止や。頭使うから消耗が激しい、ダメだこれ、こんなんで縛りとか無理無理、たとえ喋らなかったとしてもそれで、うん、ちょっと僕の、うん、ちょっと消耗が、うん、計り知れない、うん、それで勝ったところでなんか僕が勝ったことになるのかねえ、うん、疲れますわ。ね、いや確かに警戒すればね言わずに済みますけど、いやこれダメだな、やれないなこの、うん、配信はちょっと、うん、絶対失敗するっていうか、ベルソナの技とかは英語じゃないからオッケーだな、あれはどうなんですか、だから散歩行ったの、今日は休みました雨降ってたしってことで、うん、まあだから、だから今日の朝はあの買い物あるから、うん、買ったら欲しいものリストから誰か買ってもらえるかもよ、ないでしょ、なんだかんだ言って誰もねその欲しいもの見せてもね言って今まで誰も何一つ買ってくれてませんもんね、もう期待するだけ無駄ですよ、もうそんな、そうですよね、そんなことぐらいでね、そんな欲しいもの買ってくれたら世の中どんだけ幸せですかって。いやいや、いらないですだもん。分かってます、欲しいものですよ。いらないものじゃないですよ。ね、肥料なんか欲しくないでしょ。欲しいものですからね。うん、分かってください、そこは。はぁ、49。いや、これだったらほんと無口で黙々とやってた方が楽だな。いくらね、人が増えた方が嬉しいかもって言っても。家庭菜園やってるじゃん、お母さん。やってるってはあれじゃないですよ。そんな、だってね、うち、あの、うん、ね、うん、その、なんていうんですかね、集合住宅のね、あれですから、そんな、家庭菜園やれる
いやだ、違法にゼロですよ。ほとんどゼロですよ、そんな。サインじゃないですよ、せいぜい。連休スペシャルは19時からだっけ？そうですね、3連休の特別配信は、はい。はい、何がはいですか？カールという肥料は欲しいくせに。なんか僕言いました？セール行ったね。言いました。ゼロは言ったかな。ゼロは言ったか。そっか。いやそっか、ゼロは引っかかるな、いつも。ねえ、レって言えばいいんですけどね。ゼロは前もやられたな。ゼロはきついな、どうしても思う。日常的に、会話。じゃあ僕の負けで。僕の負けです。申し訳ない。喋っちゃいました。じゃあもう英語解禁で、もう疲れた。そっか、ゼロはダメなんですよね。分かってても。30分延長ドラクエ。ダメです。もうスパロボあるんですから。スパロボあるから無理です。30分延長できません。申し訳ないけど、ちょっと罰ゲームはなしで。日本語と思ったら英語だった、そんなの結構あるよね。まあどうですよ、でも他になんかあります？ゼロだってね、ちゃんと考えれば英語ってわかるし。だからさっきのネタも結構危なかったですよね。あれは、ねえ、あれもちょっとね、一応、あとうっかり言いそうなのはね、セーフとかオッケーとか、それは言っちゃいそうですね。延長したくないからこの時間にしたのか。違いますよ。スパロボで1キャラ特攻させてバチゲーム。いやですよ、ダメです、そんな余裕ないです、スパロボ。スパロボはマジでガチでやってるんですか、ちょっと。それは勘弁してください。セビロが、シビルクローズが語源って聞いたことありますよ。本当に？シビルクローズ？スパロボはガチ？ガチです。いや、これもある意味ガチですよ。ただこれは別にそのね、例えばミスしたからって、やり直しが効きますからね。スパロボの方は本当にミスったらね、やり直しが効かない縛りでやってますから。ね、あっちは本当にしくじったらシャレにならないですかね。特に今日とかね、ね、シロコとか出てきますから。いや、別にこっちがその手抜きというか、まあ、そりゃ作業ですけどね、こっちだって、ね、大変な、ね、配信ではあるんですから。なんとかね、いや、スパロボね、最後まで行けなくてもせめてね、ネオグランゾくらいはお見せできたらいいなと思うんですが、まあ本当に今日からが多分ね、本当に本番でしょうから。マジンガーかゲッター首にした方がいいと思うんですよね。どうしてですか？なんで首なんですか？蹴った首にしたらマジでやばいでしょ。他には、簿記は、ブックキーピングが語源らしいです。本当に？簿記がブックキーピング、簿記ブック。そうなの？本当に？私、ガンキャノン好きなんで入れ替えてあげて。いや、無理無理。学校の授業で先生が言ってました。そうなんだ。じゃあ、じゃあっていうか、ブックキーピング、まあね、あるっちゃあるかもしれませんけども。ガンキャノン好きなんでって言われても、使おうと思えば使えなくないですけど。どっちも強引ですよね、ルフフ。ねえ、強引ですよね、本当に。昔の日本人のセンスをね、疑いますよ。
ソーイングマシンをミシンは有名。ソーイング、え、本当に？ソーイングマシンをミシン、それマシンってかミシンって、ソーイングマシンって、そうなの？ね、マシンミシンで、他にね、なかったんですかね、英語で当時マシンって使うやつ。それでミシンなんだ。ミシンって、うん。まあね、僕なんかもうミシンなんかね、小学校の家庭科で使ったぐらいですからね、もうね、使う機会ないし、今使えって言われてももう全然無理でしょうね。難しいですね、家庭科、家庭科で、うん、もう今ね、そんな裁縫とかやれとか言われても多分無理でしょう。もうちょいでジョジョだぞ。え、ああはい、一応テレビで予約してあるんで、時間になったら多分映り、ああ、そっかそっか、21分、うん。一応なんか、何でしたっけ、BS11 ですかね、うん、そっちで1時半でね、やるって出てたね。うん、ちょっとすいません、ちょっと、じゃあ、ジョジョ見るののあれなんで、ちょっとすいません、その前にちょっとトイレ行っとくんで、ちょっと一旦前切ります。少々お待ちください、はい。この嘘つきはどう懲らしめてやろうか。家に引きつける。通報ボタンが一番効果ですね。ちょっと最近ひどいからなんとかしなくては。ああ、はい、再開します。うん、え、もうちょい、うん、え、何？この嘘つきはどう懲らしめてやろうか。家に火をつける。何すか？通報ボタンが一番効果ですね。ちょっと最近ひどいから、何がひどいんですか？僕、何すか？そんな家に火つけられなきゃいけないようなこと、なんかリスナーさんにしましたか？よくわかんないんですけど。なんでそんなトイレ行ったらそんな怖い会話が飛び交うんですか。この嘘つき、何をしようとしてるんですか、僕に。怖い怖い。いいじゃないですか、トイレぐらい行ったってね、え、生理現象なんですから。うん、怖い。
戻ってきてから無反応なのがさらに怖いんですけど、何なんですかね。急に人がいなくなりましたね。皆さんで、ね、徐々に見に行ったんでしょうかね、うん、まあ、僕は見ながらやりますけど、うん、徐々好きなの？え、いや、まあ好きっちゃ好きですけど、うん、まあ言ってね、リアルタイムでね、昔ね、それこそ一部の頃からね見てたぐらいですから、みんなまあ好きでって見てたってわけじゃないけどね、ジャンプ読んでたからね、ジョジョも見てましたし、うん、まあ結構五部はね、僕結構、うん、最初はあんまり好きじゃなかったんですけど、うん、見ますよ、だから、うん、ね、結構ね、単行本で読み返したら結構バトルがね、熱いですからね。ある意味バトルに関してはね、今はドラクエに集中して。いや、いいじゃないですか。サージョンなんだから、サージョンしながら別にドラクエやったっていいでしょう。違う、サージョン、だからジョジョ見ながらやったっていいでしょう。別にね、そんなサージョンに支障が出ないようにはしますから。うん、なんだかんだでまだ仲間になってないんだから、それじゃ仲間にはならないよ。わかんないですよ、意外とそうね、ジョジョ見始めた途端ね、プチプリストも仲間に入れてってジョジョ見たいからって、そういうことあるかもしれませんよ。でもどうなんですかね、ちゃんと全部のエピソードやるんですかね、アニメで。うん、you
ジョジョよりさ、ターちゃんみたいわ。え、ターちゃん、ターちゃんってあれでしょ？でも昔ターちゃんもなんかアニメやってませんでした？ね、ほら、あの岸谷五郎がね、確かね、主人公のアテレコてか声優やって、うん、ジョジョの漫画って今もやってるんだっけ？どうなんでしょうね。確か8部でしょう。ねえ、今読んでないんでわかんないですけど、どうなんでしょうね。終わったんですかね。まだやってるんですかね。そこまであんまり詳しくないです。あ、ここはありがとうございます。底辺の王、新帝王さん、底辺の王と書いて、帝王と呼ぶ新帝王です。コメントが全くなくなりました。みんな徐々に見に行ったんじゃないですかね。
そうですね、びっくりするぐらいコメント止まっちゃいましたね。意外とジョジョファン多いんですかね、うちのリスナーさんにも。誰もいなくてもずっと喋ってる生主とかすごいよね。へえ、まあいるんでしょうね、そういう人も。うん、僕はちょっと無理かな。うん、いや本当はね、確かに誰もいなくてもね、喋んなきゃいけないのはね、生主としてあるべき姿であるんですけど、うん、僕はちょっと無理かな。難しいわな。ねえ、ねえ、普通の通常プレイとかだったらね、それはゲームのね、トークっていうか、え、ここどうすりゃいいんですかとかね、そういうのでいくらでもね、話題はつなげられますけど、サージョはね、そういう意味でもデメリットは多いですからね。早いですね、やっぱ。最近のって言ったらあれかもしれないですけど、アニメはね、テンポがかなり早いですよね。まだ10分経ってないのにもうね、出てるし、ルカーが。これ今日もうブチャラティまで出ちゃうんですか。早く全員集合させたいんだろうな。どうでしょうね。でもね、先にね、あのポルポでしたっけ、いるし。まあ多分3話ぐらいですかね、全員登場するのは。うん、
実際なこのアニメ何クールやるんですかね。2クール3クールぐらいやんのかな。2クールじゃさすがに全部やれないでしょうね。4部とか見てないけど何クールだったの？え？ 4 部は確か3クールぐらいじゃなかったでしたっけ？だから、うん、いやそれにしても出ませんねっていうかね、起き上がらないどころか宝ボックスだ。今日全然出てないんですけど、今日に限らずね、プチプリスト何も落とさないんですけど、何でしたっけ、世界中の歯とかでしたっけ、覚えてないんですけど、薬草はいっぱい落ちたのにな。そうですよね、あのコールファイターの時はね、ポロ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 ね、これでも買ってぐらいいやらしいぐらい落としたのに、やっぱりね、草とね、世界中の歯じゃ格が違うんでしょう。クローズアップ現代、息子を檻に監禁、父が毒ハグ、衝撃の事件、障害者家族は9月20日。今これ見てます。なんですか、息子、あ、なんかありましたね、息子。檻に。いや、ね、怖いですね。檻ね。そんなんやってんすか。障害者家族ね、僕も障害者に認定してくれませんかね、うん、そしたらね、僕も障害者年金もらえてね、残りの人生もまあね、バラ色とまではいかなくても、ね、あ、YouTube ですか、なんだ、再放送じゃないの、you
帝王なら檻は入れないわ。いや180ぐらいだったら入る檻あるでしょ。ね、動物用のね、オラウンタとかそういった檻ならさすがに入るでしょ。檻に入ってる帝王ってまさにポルポじゃん。そういうことですかね。まあ確かにね、僕まあそうですけど、言われてみれば、何回からでしたっけ、カウント。7回くらいでしたっけ。53、あと10分ぐらい、やば、寝落ちしてた、はい、わら、すまんが寝るわ、監視はする。はい、おやすみなさい。はい、別に監視はいいですから。ね、不正も、もう不正はしてないですから、うん、
じゃあ僕もね、ブチャラティに舐めてもらえれば、僕も嘘をついてないってことはね、分かってもらえるんじゃないでしょうかね。うん、高齢化が問題だそうだ。そうですか。まあ僕にはまあ関係ないですけどね。まあ僕はもうね、もう治りようがないですから。舐めるの拒否するに決まってるだろ。そうなんですか。舐めない、舐め。じゃあ拒否されますかね、さすがに。うん、そりゃそうだ。目玉ってアウトじゃない、セーフなんですかね。結構えぐい描写だと思うんですが、うん、ガス団子。はい、345ごめんさん、いらっしゃい。いや、ようって言われても、もうすぐ終わっちゃうんですけどね、申し訳ない。うん。あと2分ぐらいで、うん、撤収しちゃいます。うん、あらら。まあ一応、30分休憩あった後、一応、2時半から、うん、スーパーロボット対戦ありますんで、まあもしそちらで良ければ、はい。ご視聴ください。うん、いや、今日も坊主ですね。全然ダメだ。うん、太ってるのも嘘だよ。太ってますよ。180ですよ。なんで信じてくんないんですか。やっぱり帝王。何がですか。サボテンさんいらっしゃい。いや、もう終わっちゃいますけどね。うん、180は嘘やな。なんでですか。でも声はデブ。ねえ、だから180って言ってるじゃないですか。なんでそれでして、ねえ、180って。なんでそんな180って。120やな、笑。120やなんて。なんで信じてくんないですか、その。180の人間なんてそうそう見ないからな。だってそりゃそうそういるわけないでしょ。180じゃ動けないだろ。はい、一応動けますよ。
あ、じゃあもう時間ですね。撤収します。はい。ちょうどラスト3分ですから、はい。お疲れ様です。いやー、ダメですね。まあ、ドハマりまだ。このくらい。何がですか？いや、見てないですけど。まあ、180ってだけですよ。このくらいって、どれくらい、ちょっと。230cm なら180あるかな。そうですかね。そうですね。結構、これに近いですね。この味は嘘を吐いている味だぜ。いやいやいや。まあ実際は東大出身の官僚だろお前。なわけないでしょ。180はもういいって、笑なんで東大出身の官僚がこんな配信やってるんですか。はい、どうも、2時間ご視聴ありがとうございました。